うちわを折ります。まずこちらを三角に折ります。開きます。折り目に合わせて三角に折ります。こちらを真横になるように開きます。こちらの角から後ろ側に折ります。裏の境目で上に折ります。段折りします。辺と辺が合うように三角に折ります。広げて内側に折ります。角と角と角を後ろ側に折ります。こちらで完成です。